どこか気になるところはありませんか？どこであろうとお流しいたしますよ。ずっと気になってましたけど、楓さんがリリさんを見る目なんか横島です。まさかこんな純粋な眼差しの私が手が滑りましたわなんて言って変なとこ触ろうとしてませんか？くっ、余計なことを。